お台場冒険王で開催中の目覚ましライブ。昨日は7人組ボーイグループエンハイプンが登場しました。実はこの日来日したばかり、はい、さっき、はい、着きました。すぐまだ信じられませんけど来日してすぐにお台場に駆けつけてくれた彼ら。ステージに登場すると実感のなさを覆す大歓声が。超満員6000人を前にパフォーマンス。バイトミーなど3曲が日本初披露でした。会場から遠く離れたこの辺りから双眼鏡で見守る人たちもいました。ちょっとボイスよ。あ、はいはい。見えますよね。丸いところ。そこ、はい、目覚ましテレビに生出演させていただいて、あの球体のスタジオで、はい、踊らさせていただいたんですけど、はい、2回目のお台場どうですか。ああ、本当にすごいです。すごい。すげえ。すごい。すげえ。MC ではアカペラで新曲ブロッサムを披露する大サービス。さらにファンの皆さんも。목소리가너무좋으시더라고요되게차분하고되게보면은되게감미로운그런목소리로따라해주셔서되게재밌었던것같고大切な思い出ができた気がしてすごく楽しみでした。ああ、そうでしたか。楽しいでした。暑さを忘れるぐらい楽しく。はい、今日できたと思います。幸せでした。ありがとうございます。다음에도불러주세요。そしてみんなには気になる場所が。한번가볼까요。오늘가봐도되나요。1,2,3 어디야여기어디야어디야エンハイプンのパネルを展示していたアーティストブースを訪問。ファンの皆さんからのメッセージを読んで感激していました。お、ニキ大好き。ニキの ASMR 見たいな。マジマジ。日本語の実力がどうですかね。頑張ります。エンジンの皆さん、来てくださってありがとうございます。またね。ビッシーのメッセージといい双眼鏡までっていうファンの皆さんの熱気がすごかったですね。もう一体化してましたね、ライブ会場がね。なおエンハイプンのアーティストブースは昨日で終了。今日からはセブチセブンティーンのブースになります。そしてこの後は BE:FIRST の2年間